リッペータールは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、アルンスベルク行政管区のゾースト軍に属す、町村。この町の最も重要な建造物が、リップボルク地区にある水木圧線艇である。リッペータールは、西のハム、東のリップシュタットとの間、リッペ川の両岸に位置している。この他の隣接する市町村は、北西がアーレン、北がベックム、 北東がバーデルスロー、南東がバート・ザッセンドルフ、南がゾースと南西がベルバーである。リッペタールはリッペ川南岸はゾースとヨクヤの北端、北岸はミュンスターラント南部に属す。リッペ川は町内を東から西に流れている。町内には畑や牧草地などが広がり、産業は農業が主体である。なお、 畑の間には小さな森も点在する。立平川の北と南とでは、村落の形態が異なっており、立平川の北側では、工作地の間に農家の家屋が点在する三居村の形態をとっているのに対し、立平川の南の家屋はおおむね寄り集まった周村の形態をとっている。これは、ミュンスターラントとゾウスとよくの違いを典型的に示している。 かつての領主であったカトリックのミュンスター市教区とパーダーボルン、広塚教区との教会が現在もリッペ川沿いの集落を通っている。自治体リッペタールは全部で11の地区で構成されている。以下に示す人口は2017年9月30日、現在の数値である。ブロックハウゼンブロックハウゼンには村の居酒屋、幼稚園、村の池、消防署、 HSV リッペタールのフンデプラッツがある。ブロックハウゼンで特筆すべきは毎年開催される射撃祭である。この祭りでは石弓の射撃が披露される。ハイントロップの風車ハイントロップビューニングハウゼン。この地区は小村のハイントロップと農場ビューニングハウゼンからなる。エルトホレンダーと呼ばれる風車は はじめは、リッペ川の北側に位置するリップボルクのミューレンクナップ、現在のミューレンベークソい農家に建っていたが、1858年に、連邦道 B475 号線沿いの現在の場所に移された。このために風車は一旦取り壊され、現在の場所で石を一つずつ積み上げ再建された。この風車は1976年まで稼働していた。 1997年に大掛かりな修復が完了し、同年5月9日に落成式が行われた。フルトロップかつてはフレンドロップと呼ばれていたフルトロップはアムトエ・スティングハウゼンの村であった。ゾーストのフェーデの最古の村はゾーストによって破壊された。大司教ディートリヒニセヒのリーベル・ジュリアム・イフードラムの記述によれば彼はフルトロップと オーフェシュタットから約5マルクの税を徴収していた。ハインリヒドロステ2、エルビッテウンとショルレマー・ゲナント・クルゼナーは、霊園として農場を授けられた。フルトロップには1623年に、教会区が設けられた。フルトロップにはパン屋、教会、幼稚園があり、ノルトホフ上流所で知られている。フルトロップも1969年に合併した。有名な旅館、 ハイには2012年に閉館した。エスティングハウゼンエスティングハウゼンには小さな工業地区とショッピングセンターがある。ショーネベルクショーネベルクには小さな遊戯広場、庭園、集会所を併設した西ヨハネス礼拝堂がある。ショーネベルクはリッペタールの最も東に位置する地区である。シェーネベルクには学隊自然保護協会、模型飛行機クラブ、合唱団、 キャバレーグループがある。毎年村外れで射撃祭が開催される。小ネベル区には保護文化財の西ヨハネス協会がある。ホーフェシュタット上自治体リッペダールは1969年7月1日に新しく設けられた。この町はゾースト軍とベックム軍の91カ村から形成された。この地域再編の際に当時のゾースト軍も新設され、 リッペタールはこれに編入された。リッペタールという名称は1969年に付けられた人工的な名称であった。これは周辺の多くの町村と異なり変更されずに用いられている。リッペタールの北、ベックム山地の縁にドルイを用いた防衛施設が設けられている。エスティングハウゼン、リップボルク、ホーフェシュタとヘルツフェルト巡礼地はリッペタールで最も古い。 集落である。ホーフェシュタット城に守られたリッペ川の渡し場は1292年に初めて文献に記録されている。戦略上重要な場所にあったため、この城は中世に何度も破壊され再建された。リッペ川に直接面する水木としての城塞は1563年に建設された後、増改築を繰り返されて現在の姿になった。 2005年12月に設立されたブルケイブイリッペタール歴史、郷土協会は、リッペタールの歴史と郷土文化に関するテーマの振興を目指し、2007年から一般にアクセス可能な文書館や家計研究産業サークルを運営している。リッペタールの町議会は30議席からなる。マティアス・リュルプケは2009年から町長,長を務めている。 彼は2014年の選挙で74.4%の支持票を獲得して再選された。この町は1971年7月1日付のアルンスベルク行政官区長官の文書によって紋章、印章、上りの使用権を獲得した。さらにこの町はロゴも使用している。図柄、銀字に斜めの幅広の青い波体。 これにかかる橋が俯瞰する形で向かって向かって右上から左下に描かれている。並体はこの町の名前でもある立派川を象徴している。金色の橋は立派川の両岸に位置する町が集まって新たな町を形成していることを表している。近字に金の橋は文章学の規則に違反している。印象、この町は 町の印象と町名を刻んだ印象を用いている。上り、長辺と平行に、遠幅の青字と白字に塗り分けられ、上半分に、町の紋章が描かれている。圧線城聖医ダ教会この町の結出した建物は、ホーフシスタット上、圧線城、ベストファーレンで、最初の聖人の墓がある、ヘルツフェルトの聖医ダ巡礼教会である。多くの村落に、教会や礼拝堂がある。 リッペタールの主な行事には以下のものがあるリッペタールではその全域で雑誌であるリッペターラーが刊行されている贅沢に制作されたこの雑誌は2ヶ月ごとに無料で確保に及び配布所で配られるその資金はリッペタールよびその周年の企業の広告により賄われている道路連邦アウトバーン A2 号線が長域の北西を通っているここには ハムエントロップ、リッペタールインターチェンジもある。連邦道 B475 号線が、リップボルク、ハイントロップ、フルトロップ、エスティングハウゼンの各地区と北のベックムや南のゾーストとを結んでいる。アーレンやリップシュタットに向かって、修道 L822 号線が通っている。エルデに向かうのは、L793 号線である。保存鉄道蒸気機関車で運行する。 標準機のハム保存鉄道の路線は、リップボルクが終点である。自転車道、リッペ川沿いに、全長 315km の広域自転車道のレーマールウートが通っている。ありがとうございます。